本日は理学療法学科の寺田先生にお話をお聞きしたいと思います。金沢はどんなところで？方言でぼっこいというんですけども、おっとりしている。どちらかといえば石川県の人間というのはそういう自己主張が弱くて、順風満帆の10代だったんで、地方都市のほとんどはそうだと思うんですけども、その中学生が高校受験するときに、まあ、100% 県立高校を志望するんです。私も例に漏れず県立高校を志望したんですけど、見事に落ちまして、それが人生で味わった最初の最大の挫折やったかなと思います。一緒に合格発表を見に行った友達とかもめっちゃどういう表情をしたらいいのかわからなくて、すごく申し訳なかったなと思って、4人で見に行ったんですけど、僕だけが落ちてすげえなんかその場の空気がこう凍りつくというか、で僕もいたたまれないですし、周りの友達も僕にどう声をかけたらいいのかわからなくて、僕は勤めて平静に笑ってたつもりやったんですけど、かなり引きつった笑いだったんでしょうね。やっぱり強い意志を持って理学療法士の道に進まれたんですか？僕以外すべて高い志を持って、まあ、人によっては二浪したり三浪したりして、どうしても理学療法士になりたいと言って入ってきた子ばっかりだったんです。実は僕はちょっと違っていて、たまたま受かった。臨床の現場で35年間も働いていらっしゃって、はい、うちの理学療法学科の教員では35年も働いた情熱って何で？まあ、勉強すればするほど、まあ、理学療法士って面白いなって思って、いろいろこう新しいものに手をつければつけるほど自分の仕事が増えて、本当に10年間はほとんど余裕がなくて、なんかただ忙しかったような感じしかしなかったんですけども、まあ、実際の患者さんの治療を通してモチベーションが上がっていったことが、まあ、30年以上続けられた大きな理由なのかなと思います。